いい流れも自分たちのペース速いバスケットで作れてたんですけども、やっぱりこう最後チームディフェンスにおいてやっぱコミュニケーション不足とか相手にやられるシーンがちょっとずつ増えてきて、相手流れを持っていかれたかなっていうところがあります。あとそれとやっぱゾーンアタックの部分で明日しっかりこう即座にこう対応できるように準備して試合に臨んでホーム初勝利を飾りたいと思います。以上です。